キャットインザボックス。前回一応のエンディングは見たんですけれども、まだまだこれは本当のエンディングじゃないだろうということで、続きというかエンディングの回収やっていきたいと思います。まあ、ちょっと調べてみたんですけど、エンディングまあいろいろあるみたいで、まああと小ネタですかね、そういったものもあるみたいなんで、まあ2週目として小ネタを回収しながら、ダイジェストでお送りできればなと思います。ということでニューゲームでやっていきます。強くてニューゲームとかあれば一番いいんですけどね。はい、今屋敷に入ったところなんですけども、この後ですね、このまま何も操作をせずに待っていると何かが起きるらしいです。ちょっと待ってみましょうか。よっ、まあやられちゃったっていうことなんでしょうね。はい、再び入り口に戻ってきたんですけど、ここで何度も出口を出ようとすると出れるっていう話なんですよね。まあそれもちょっと試さずにはいられない。まあ、何回ぐらいやれば出れるのかわかんないんですけどね。しつこくしつこくやってみましょうかね。どんだけやればいいのこれ。そして再び、おお来た、これ出れるんじゃないですか。今日はちょっとダメみたいでよ。ここは後で、後に回そう。出れた。出れちゃいましたね。再入場はできなさそう。はて。普通に、あら?出口どこだっけ?ん?あら。この道こんな感じだっけ?なんか違うよね。出れないぞ。これはループするのかな。おかしい、道に果てがないみたい。あら、この空間に閉じ込められちゃった感じなのかな。お、びっくりした、スタミナが切れちゃった。永遠に、ああ、暗転しちゃった。これ永遠にさまよい続けるパターンですかね。エンディングが。なるほど。こういうエンディングもあるということか。はい。この中にビデオテープがあるんだけど、ここでドライバーを使うと。はい、ゲットした。これは後でまとめて一回見ましょうかね。録音テープ1、よし。はい、今地下室の方、斧を持った状態で地下室のずっと塞がってた
部屋の前まで来ました。ここが実はですね、斧で壊せるということなんですよね。よし、このクソドアが。ね、まさかドアでじゃないわ。斧で壊せるとは、そんな発想なかった。師弟の勘、なんだろこれ。奇跡を経験するまで、私は常識外れで悪い人でした。この宗教に初めて入った時からも、多くの疑いをして、周りの人たちに迷惑をかけました。教祖様の夢に現れたアーラト様がそのまま、私の夢にも現れた時、私は本当に身の置き所がなかったです。私はその方が実在するということを固く信じるようになったのです。私には信頼ができ、信頼は行動を生み出しました。教祖様の教えを周りに伝え、多くの人々を連れてきました。そして未来の没落を迎えるために全力を尽くしました。私が感じたのは、私たちが信じる神様と教祖様の話に比べて、人々が定めた法律や規範には価値がないということです。私は自分の家族のような教団のために何でもするつもりです。ほう。そしてここで、録音テープが手に入ると。4。1と4。はあ。これなんかね、スイッチを押すと部屋が狭くなってるって。なんかの冒険物に出てきそうなトラップだ。これで一つエンディングが回収できますね。はい。おっと、部屋から血が吹き出してきた。なんでこれはもうこのままというか、なんとかすればいけるはず。よし、ギリ、おお、超ギリギリ。下手したらサンドイッチになるところだった。よかった。はい、出れましたね、無事。そしてこの斧を持った状態でもう一箇所やれることがあるらしくて、ここ一階に戻ってきた。ここだったかな。はい、これが壊せるらしいという。ほい、気になったし、ちょうどいいや。中に何があるのかな？何よこれ。ほほ、ドクロ。骸骨、クソ、なんでテープなんか持ってるんだよ。気味悪いよ。ああ、やだ、もう最悪。はい。といったことができるようです。今、録音テープは1、2、3、4と手に入ったんで、とりあえず見てみましょうかね。1から。天気は晴れ。数日前、カルト宗教に入った父親を助けてほしいという依頼を受けた。宗教団体に入団して1週間目、順調だ。バカの真似をしただけで手当たり次第に騙されてた。現在依頼人の父親は見当たらない。聞いた話によると、上位の幹部さんらしい。ここでは捧げた財産によって階級が分かれている。こりゃ請求書が大変になるな。人たちに定期的な医療行為をしながら金をもらい、信者たちが捧げた財産によって階級が分かれ居住地が変わるなど、ありふれているとカルト宗教だ。全く依頼人も哀れなもんだ。この後は雑音聞こえない。お、まあ、2と3は見たんだけど、もう一回見ますかね。天気はまあまあ。上位の信者になるためにはもっと長くいる必要がありそうだ。手がかりもなく落ち込んでいる間、子供たちの部屋を通っていた。この建物は託児もやってくれてるようだ。手がかりもないし子供たちに聞いてみるか。なんだか落ち着かない気がする。
狂信者たちに囲まれたせいで私まで狂いそうだ。いくら金をもらってもこんなところは二度とごめんだ。この後雑音で聞こえない。で次が3かな。3、ある子供一人のおかげで別の礼拝堂があることを知った。隠れ道があった。どうしてここまで隠そうとするのか。私を助けた子供は明日そこに行って恩恵を受ける予定らしい。ちょっと怪しい感じがする。不吉だ。恩恵だと。あんな隠密な場所で。私が子供たちと話をしたことが他の信者にバレた。まさかそんな理由で何かするつもりか。いざとなったらこの拳銃で痛い目に遭わせてやろう。礼拝の時間、人が集まっている時こっそりあそこに行ってみよう。この宗教は他の宗教と違う怪しさを感じる。それは詐欺ではなく殺人事件のような怪しさだった。いよいよラストですね。4。ん？好き、聞き、バレ、この、来た、武器、取った、クソ、ライス、やら。あれ、もう尻滅裂になってる。なんだろう。あの抜けた部分が気になるな。はい。まあ、録音テープに関してはそんな感じですね。ここにある、違う。ここにある本ですね。なんか暗証番号がわからなくて、確か前回やった時は中身見なかったんですけど、この落成式の3月15がヒントらしくて、まあ、他のところでもね、315って入れたんだけど、ここでも315入れるみたいですね。鍵を開けた。で、今日その2期、取り返すには遅すぎたのか、ますます儀式の回数が増えて内部の論争が激しくなっている。儀式の規模が小さいから起きる問題だ。多額の支援をしてた信者たちの持続的な要請で、結局今回の儀式の規模をひときわ大きくした。私が言えることじゃないが少し不安だ。前からずっと悩んでいた問題だった。私はこの儀式がなんで成功するのかわからない。いろんな雑学をまことしやかに混ぜただけなのに。瞳悟空を別物に代替したら、死傷者が出た。大勢となった強硬派たちは、神を愚弄するなと言い立て、私の意見に従う穏健派たちは沈黙するしかなかった。私の知らない何かの力が動いている。もしこの儀式のせいで、あれがここに近づいてるとしたら、やっぱり取り返すことはできない。遅すぎた。あれってなんだろうね。はい。ということで、ここは読めましたね。さて、やることはやったと思うんですが、何か変わるのかな。前回はここでね、一人だけ取り残された感じになったけど。では下が選択肢が増えるはずなんですよね。お、出ましたね。もうちょっと考える。従うはもうやりましたもんね。ちょっといいですか。何？思ったけど、なんであなたが儀式をやらないんですか？うん、その通りだよね。一人で全てを調査するだけで精一杯だった。今になって儀式を行う方法を知ったわけだし、調べる途中に怪我もしたよ。あの殺人鬼に、あの化け物にも。そうでした。もうちょっと考える。私、もうちょっと考える時間が必要かもしれません。事情はわかるけど、重要なことだから。自分の指がかかってるもんね。
待ってあげたら、ちゃんと儀式をやってくれるの？断言はできません。重要なのはわかるけど、まだ疑問がいろいろ残ってるから。これって、あなた一人ででもできることですよね。そうだったら、直接やらないってことは、まだ確実ではない、とか？それとも、自分の指を切りたくないから？そんな気がして。はぁ、あのね、私にはもう時間がない。結構急いでるの。どういうことだろう、時間がないって。なのに、そこまで疑われたら、話だけじゃ難しそうね。まさか、強行手段に来るのか？まあ私だって無敵ではないから。あいつらと戦って怪我をしてた。だから今は動きづらかったの。なんか袋をかぶってるけど。これいつもの殺人鬼じゃん。あの殺人鬼。いや、死んだはずじゃ。ん？あいつは私が殺したよ。君が見た通り。おお、来た。やっぱりポコなんだ。はあ。何これ、こんばんは、こんばんはでいいのかな。知りたかったことが見れて満足した？ふふ、もう一人の自分。何これ、どうなってるの？ねえ、さっきも言ったけど、指切る気ないでしょ。そうよ。これは一体どういうことか。納得するまでは、あんたの言うことは聞かない。さっきも言ったけど、私には時間がないから、早く出ないといけないのよ。君が想像できないほど、私は長くここで迷ってた。その間、幾多の殺人もしてたよ。おお、ちょいちょい、びっくりした。私たちはそもそもここに来るべきじゃなかった。好奇心が猫を殺すように、その空元気が自分を閉じ込めた。だから、まだ優しいうちに、素直に従った方がいいよ。ふふ、なんかすごい病んだような笑い方だな。君を殺して、その死体でやっても構わないからね。ほうほう。嘘よ。そんな平気で人を殺せるのに、それだったらすでに脱出はできたはずよ。あんたは他人が必要なんだね。あんたの代わりに自分を切って捧げる人が。正直、気色悪いよ。それが怖いから、他人を脅してそれを押し付けるなんて。ぐふ。ぐふふ。ほんと、私ってすごいな。わかった。訂正するね。私に従わないと言うなら、君が死ぬまで拷問するよ。それでいい？あはは。まあいいよ。こんな私を見ていろいろ失望したでしょ？わかってる。理解してるよ。さっきも嘘をついたしね。仕方ないよね。私に従うまでいじめてあげたらいい子になるでしょ？捧げる部位は何でもいいから。まだ迷ってるみたいだし、手伝ってあげるね。目一つくらい取れたら、君も考え直せるよ。なんだろう、こいつ目ないのかな。おお、青ざめた顔もそそるな、なんか。わは、なるほど、保存しなきゃいけないのか。おっと、押せなかった。待て。いや、やめて。もう遅いよ。なんかされた。目が。これで考え直した？返事がないね。それじゃあ反対側も。やります。お願い、もうやめ。もう目ん玉とかやられたらね、口聞けないよね。そう。もっと早く行ったら楽だったのにね。私もそんな趣味はないから、多めに見てあげるよ。でもよかったじゃない。もう指を切る必要はないよ。目を捧げればいいからね。あはは。病んでる。かなり病んでる。で、これはどうなるの？あれ？どれだけ時間が経ったかな？お腹すいた。何か食わなきゃ。チョコバーガーじゃない？
目がかゆい。どういうこと？目がかゆいって。ああ、終わった。なんか相手も目のとこ包帯してたしね。なんか関係あるのかな？同じ無限にループしてるとかそういうことなのかね。そうなるとなんか抜け出すのができなくなるけど。とりあえずさっきボタンを押すのを間違えたんで、今度はちゃんとそこをクリアしてみましょうかね。また違ったエンディングが見れると思うんで。もう諦めて真実を言って。私が悪かった。お願い、出たいよ。これ以上手間取ったら。さっきまで私の目を取るって言ったやつの言葉ではないと思うけど。ごめん、ごめんね。でも、うわぁ。なんだろうね。なんか出てきた。うわぁ。これってあの雲みたいなやつじゃない？なんだよ、クソ。待て。じっとして。私がナイフで切るから。痛い。待って。じっとしてて。そんなに動いたら。おう。はぁ。ねえ、大丈夫？動いて。これは殺しちまった？動ける。ごめん、ごめんなさい。どうしよう。いや、待て。何か思ってる。ん？誰かのメモ。時間と空間の流れが異常。勝手に起こるポルターガイスト現象。急に鍵がかかって閉じ込められた。また別の人と頻繁になってしまう。あ、これは最初のエンディングの時見たな。よかった。やっぱり儀式をやるしか。うん、だよね。そういうことになるね。これ保存できるのかな？ここで動けるってことはまだなんかあんだね。せっかくそこにあるんだから、もう嫌。あの人の指を捧げても大丈夫かな？試してみる価値はあるよね。ごめんなさい、本当にごめんなさい、少し使わせて。うわ。まあ、人のとはいえ嫌だよね。ちょん切るとかね。あなたに私を捧げます。あなたに私を捧げます。お、これは、効果があるの？あなたに私を捧げます。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 ああ、ちょっとした早口言葉みたいな。さて、出れるか？肺の中身が消えた。呪文は効果があった。これでもう外に出られるの？出られると信じて出てみましょうかね。エレベーターも順調に動いてる。何この変な気持ち。何か間違った気がする。あー、ダメなんだな。これ間違った気がするっていうことは、まあ、とりあえずもう遅いしどうでもいいや。行こう。今度はどういうエンディングになるんだろう。とりあえず出れそうな感じだもんね。
あ、動けるわ。これまた、またビデオが。あ、雨だ。雨が降ってる。おお、いきなり動き出した。これは何だろう。自分の家か、本来の。あれは向こうお姉ちゃんやもんね。お姉ちゃんとの思い出かな。そんな急いで行く。なんだろう、二人でなんか、アップルパイでも食べるのかな。お姉ちゃんもなんかここにいるね。お姉ちゃんとの関係は何なんだろうね。それがよくわからないけど、ああ、死んじゃってる。やっぱりここは自分の指を捧げないとダメっぽいですね。これが儀式に使う切断器だね。うぐ。で、できない。ああ、やっちゃった。うわあ、が、あなたに私を捧げます。あなたに私を捧げます。さすがに今度はね、これって効果がある。あなたに私を捧げます。あなたに私を捧げます。お、なんか何もなくなったぞ。揺れが止まった。成功したの。肺の中身が消えている。なんかいろいろ消えてる。出よう。よし。今度はもう間違いなく。まあ歩いてる途中で出血多量でね、気を失ったりしなければいいけど。本当に終わったよね。お願い、神様。うん、メッセージもちょっと変わったね。そのままいろいろいけるのかな。まあいいや、寝るか。お、さっきみたいに自動で動いたりはしないな。これは普通に出れるぞ。お、これは出れるぞ。よし、出てきた。お願い、何か言って。これは何だろう。どういうこと。一体何があったの。お姉さんだ。お姉さんも垂れ目。君まで失ったら私どうすれば。君までと、君って言うんだ、妹のことを。ん？なんか、大丈夫かな？記憶とか大丈夫なのかな？もう時間だね。明日また来るから。ああ、入院してるんだ。原付で普通に帰れたからね、大丈夫かと思ったけど。君が必ず言えることを祈るね。お姉さん、ずっと君を愛してるからね。
ちょっと凝った感じになってるね。エンディングっぽいけど。お姉さん、窓に。おう、あれ、じゃあまだ終わってないってことなのかな。あの屋敷からちゃんと出れたけど。もしかしたらなんかあの化け物にね、化け物が体に入り込んでるのかもしんないね。まあ一応これが最終的なエンディングになるのかな。なかなか面白いゲームでしたね。なんかちょっと前にやったアンっていうゲームになんか被ってくるというか、思い出しちゃうというか、あれもすごい面白かったけど、これも面白いですね。本当はね、もっといろいろと、まあ、エンディングというか、なんかちょっとした小ネタというかあるらしいんですけど、興味のある方はやってみてください。キャットインザボックス、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。